皆さんこんにちは。地域スポーツ応援番組レッツゴーつくばやし、本日もつくばやしがお届けします。楽しくお付き合いください。本日のスターティングメンバーは、つくばやしガールズクラスコーチ、慎吾コーチこと飯塚慎吾と、つくばやしレディースシポリンこと藤井志保です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、2023年がね始まって、はい、まあ、早くももう2ヶ月が経つというところですね。2月、まあ、今多分皆さんご覧いただいてるの ね、はい、もう2月の下旬、はい、もしくは3月ね入ってると思うので、はいはい、どうですかシポリン、2023年、順調なスタートを切れましたか？そうですね、まあ順調なスタート、とりあえず今は怪我とかはしてない、はい、なるほど。サッカーも順調でどうですか、仕事もプライベートも順調ですか？そうですね、まあ、仕事はまあ、やっぱ開幕に向けてこうだいぶ忙しくなってきて、クラブとしては忙しいですね。なってきて手帳がこう散らかってきてますけど、なるほど、はい、なんとか持ちこたえて、頑張ってる感じですか、ね、なるほど、はい、どうですか、仕事は？僕も、まあ、もう順調ですよ。僕はもう順調じゃないことなんてないんでね、はい、いいですか、はい、なんかなんでこんなノリしたのかしか分からないですけど、はい、めっちゃ笑って、ディレクターの仕事が嬉しそう、はい、順調ですね、はい、クラブ一同ね、まあ新シーズンのね、はい、幕開けに開幕に向けて頑張っていきますので、はいはい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。で、まあね、新シーズンが始まるにあたって、シポリン、まあ、もう当然ご存知だと思いますけど、はい、新加入選手がね、たくさん来てますね、今ね。たくさん来てますね、はいはい、特にレディースの方が多いのかな、今年は。そうですね、はい、今のところレディースの方が多いんじゃないですか、ね、そうですよね、はい、どうですか、まあ、男子も含めてで構わないですけど、はい、誰か、まあ、そのたくさんいるね、魅力ある新加入選手たちの中でも注目選手とか何かいたりしますか？そうですね、まあ、みんな真面目ですごく活気あふれる選手たち、はい、で、まあ、やっぱり真面目っていうのがなんていうかこう全体としては、うん、そんな感じがすごいするんですけ ど、ね、はい、うん、私が皆さんにもぜひ注目してほしいのは、はい、三浦遥です、ね、三浦遥選 手、はい、レディースの、ね、選手ですが、はいはい、どういったところ、まず彼女は、まあ、フォワードなんですけど、すごくこうフィジカルもしっかりしていて、はい、すごくパンチの効いたシュートも、まあ、キープもできるし、うん、で結構ホストプレイヤーなのかなと最初思ってたんですけど、すごい背後へのボールを要求してくれるので、あれとあれっていうのはあるんですけど、なるほど、まあ、いい意味でね、そうで、まあ、1本パス出したら早いんですよ、足が、はい、なので、しっかりホストプレーもできる、まあ、本人はあんまりこう、ね、落ちてもらうのは得意じゃないって謙虚に言うんですけど、すごいそれもできるし、裏へ抜け出しっていうところもスピード持ってできるし、まあ、シュートもパンチがあって、すごくいいフォワードだなと思っています。お、はい、いいですね。さらに茨城出身、はい、古賀出身 で、ね、はい、慎吾コーチよく知ってると思うんですけど、古賀なでしこ、そうですね、はい、他のなでしこ FC、女子の小学生のチームですね、さんの出身でもあるので、ね、はい、やっぱり、ね、地元っていうこともあるので、うん、皆さんにこうより応援されやすい選手かなと、ね、はい、はい、本人もまあ地元でプレーしたいっていう気持ちがあって選んでくれたんですかね。はい、はい、三浦遥選手ね、今ここに写真出てるかな、はい、ぜひ、まあ、特にね、茨城の皆さんね、注目していただければと思いますので、はい、はい、慎吾コーチはどうですか？僕ですね、はい、まあ、男子の選手でいうと、まあ、新加入と言っていいのかどうかなんですけど、川島美咲選手、ね、はい、東京 23FC から戻ってきた選手ですね、2シーズンぶりに、まあ、彼もフォワードでね、まあ、生粋のこうストライカータイプというかね、はい、感じなのでね、まあ、またつくば FC でね、点を取って活躍してくれる姿をね、はい、楽しみにしたいなとは。そうですね、彼も茨城出身ですね。そうですね、茨城出身ですね、まあ、筑波でね、アントラーズのね、筑波の、チームでプレーしてて、ね、はい、はい、そうですね、なんか測ったように地元推しのトークになっちゃいましたけど、はい、やっぱりね、茨城出身の選手に頑張ってほしいなと思うので、はい、僕のおすすめは、注目は川島美咲選手ですね、はい、ただまあその他にもね、はい、たくさんいますので、ちょっと全員これ写真載せきれてるかわかんないですけど、はい、たくさんいるので、そろそろね、ホームページにも載るかなと思うので ね、 そうですね、はい、選手の写真ね、はい、皆さんぜひつくば FC のホームページチェックしてみてください、はい、共通点なんかもね、探してみるのも、はい、面白いかもしれないので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。
はい、ということで、まあ、新シーズンに向けてね、新加入選手加わったところで、まあ、男女トップどっちもね、写真撮影をね、しこりん行ったということでね、まあ、あのガイドブックとか、そういったものに載るね、写真を、撮ったんですけど、まあ、その風景をね、ちょっとこうかなり和やかな雰囲気でね、写真撮影を行われたようなので、はい、行われましたか、しこりん、和やかな雰囲気で。行われました、はい、と言いつつ、ごめんなさい、まだ収録日時点ではちょっとまだ写真撮影あのやってないんで嘘なんですけど、中止五輪こういう風に嘘ついてる、笑ってないですね、笑ってないですね、はい、ちょっと怒ってますね、はい、すいません。でもまああの映像を見ていただければ分かると思います、和やかな空気で行われましたのでね、はい、ちょっと映像の方ねご覧いただければと思います。それでは VTR どうぞ。はい、アゴールします。はい、中止が中止が中止が、めっちゃちゃんと写真撮る。俺去年修練で三島さんに撮ってもらったじゃあ遅かったよお前来るの遅かった。修練で三島さんに撮影倒すだけないから急に行きます。はい、わーちょっともう一個欲しいな、ちょっとでしょ、ついに撮るか、ついに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 、いやはいよ、JK ポーズ見よ、 JK ポーズ、確かに JK ポーズ、はい、キュンって意気込み、5ゴール5アシスト以上します。今年の意気込み、はい、今年の意気込みは頑張って点を取ります。ホームビデオ、まだ言われてるよ。今年の意気込みはどうですか。たくさん点取ります。10番今年の意気込みは。意気込み、まあ、チームのために尽くします、とにかく。はい、動画です。あ、かわいい。はい、動画です。はい、動画になります。短い。はい、おめでとう。ありがとう、25歳誕生日おめでとう。おい、ビビエやめろ。誰に向けて言ったの。おばあちゃん、東京研究寂しいから加入しました、川島幸宏です。JFL 昇格に向けて一生懸命プレーするので応援よろしくお願いします。背番号19番中西萌です。今年は、試合に出てチームに貢献したいです。背番号28番小涌誠司です。今年はしっかり全試合出場して JFL に昇格に貢献したいと思います。よろしくお願いします。今シーズンから加入しました三浦遥です。今年は、チームのために、全力で戦うことです。今シーズン新加入しました22番松原由紀です。まだまだ生活にはなりませんがとても楽しんでます。33番川島美咲です。1年半ぶりに戻ってきました。JFL 昇格できるようにたくさん点取りますので応援よろしくお願いします。はい、ということで写真撮影の様子をご覧いただきましたが、まあ、もう一つね映像とあと写真がこうあるそうで、はい、まあ、しこりもね先日ご参加、されたということで、2月11日ですね、ここですね、今撮影している場所なんですけど、スポーツシューレつくばにて、なんかウォーキングサッカーというイベントを行ったと。はい、はい、どんなイベントだったんですか、しこり。走っちゃいけない、ボールを取っちゃいけない、当たっちゃいけないみたいな、はい、はい、なんか安全なこうサッカーみたいな、ね、そうですね、老若男女楽しめるみたいな、はい、みんなで楽しめるっていう、はい、そういうイベントですね。で今回なんか女性限定だったと。そうですね、まあ、小学生以下の男の子も、はい、お母さんも、ね、はい、参加してくれたんですけど、うん、なかなかねそういう、まあ、ちっちゃい女の子と一緒にイベントするっていう機会は割とあったです、うん、まあ、コロナ禍でなかなかなかったですけど、なんかお母さんたちと一緒に何かやるっていうのはあまりない経験だったので、うん、はい、すごくコミュニケーション取りながら同じチームでできるので、ウォーキングサッカーいいなと思いました。お、なるほど、そうですね、結構その、まあ、サッカー自体もそうですし、話も結構ね、盛り上がってたような感じでしたね。はい、非常にね、まあ、こちらも和やかでこう楽しい雰囲気で行われたそうなのでね、はい、映像と写真をご覧いただければと思います。それでは VTR どうぞ。えいえい、おー、よしよしよし、さっきやってた
はい、ということでね、そろそろエンディングのお時間になってしまったんですが、シポリン3月12日に、はい、あのつくばSCとして大事なイベントがあるということで、はい、何があるんですか？実はプレシーズンマッチが、はい、プレシーズンマッチ、はい、いいですね、はい、このゲーム帰ってきましたよ。拍手なんて演出があんまなかったですけどね、はい、ありがとうございます、ディレクター。関所チャレンジスタジアムですね、我らがホームスタジアムで、男女ともに今回はね、はい、今年は久しぶりに男女ともに、開催ということで、どうですか、しぼり意気込みをそれに向けて。そうですね、まあ、対戦相手が筑波大学、はい、まあ、女子は筑波大学女子サッカー部と、はい、あの対戦なんですけど、まあ、以前2年前あの皇后杯で、うん、はい、負けたというのが、私はもう筑波大の女子のイメージがすごく、はいはい、あるので、絶対勝って勝てるようにチーム一丸となって頑張りたいと思います。はい、今回リベンジですね、はい、はい、ぜひね、あの皆さん観戦無料ですのでね、見に来ていただければと思います。それから男子の方はね、関東2部同じ茨城県のね、アイデンティミライさんと、試合を行いますので、こちらもね、要注目で見ていただければと思います。はい、はい、それではお時間になってしまいましたので、ここまでになります。本日の、レッツゴーつくばSC、お相手は慎吾コーチとシポリンでした。はい、皆さんまた来月もこの時間見てください。プレシーズンマッチも見に来てください。さよなら。